八戦争は1838年に起きたフランスのメキシコへの干渉戦争である。ナポレオン3世のメキシコ出兵に対して第一次メキシコ干渉戦争とも言う。この戦争の原因はメキシコ共和国初期の広範な想像に由来している。1828年にマヌエル・ゴメス・ペドラサ大統領がロレンソ・デ・サバラをメキシコ州知事職から追放すると サバラはアントニオロペスでサンタアナの支援を受けてメキシコシティの守備隊の大部分を自身の味方として集めることができた。メキシコシティでの4日間の戦闘はサバラの勝利に終わりビゼンテ・ゲレロが新大統領に就任した。この際の市街戦によって住民の財産の多くが破壊された。平均的な市民は損害について頼りにするものはほとんど持たなかった。 彼らを代弁する領事や代表者もいなかった。ボートや族によって財産が損害を受けたり、破壊されたりした外国人は、通常メキシコ政府から保障を得ることはできず、自分たちの本国政府に助けを求めた。フランス人たちも繰り返し要求を行ったが、フランス政府は問題を放置していた。ベラクルスで、ジョアン・ビル公式下のフランス軍が、 メキシコのアリスタ将軍の抵抗を攻撃する様子。1838年、フランスの菓子職人ル・モンテルは、メキシコシティの宅場屋地区の店が1828年に、メキシコ軍の士官の略奪によって破壊されたと主張した。彼は、当時のフランスをルイ・フィリップに訴えかけた。救済に動いたフランスは、60万ペソを賠償として、メキシコ政府に要求した。 当時の労働者の1日の賃金が1ペソであり、それと比較するとこれはあまりにも高額であった。この額に加えて、メキシコはフランスから何百万ドルもの負債をデフォルトしていた。フランスの外交官、トゥフォーディ・ンシャクはメキシコに支払いの最後通帳を突きつけ、フランスは満額の支払いを要求した。アナスタシオ・ブスタマンテ大統領が支払いは無理だと返答すると、王は ユカタン半島からリオグランデ川までのメキシコのすべての港湾の封鎖を宣言し、サンファンデウルア要塞の砲撃を行い、ベラクルスの港を占領するため、海軍少将のシャルルボ男指揮下の艦隊を派遣した。メキシコ海軍のほぼすべてが1838年12月にベラクルスで打破され、メキシコはフランスに戦線を布告した。貿易の遮断により、メキシコ人は、 密輸入をテキサスのコーパス・クリスティで行い、密輸品をメキシコにもたらした。テキサス共和国の港湾の封鎖を恐れ、テキサス共和国軍の大隊は、メキシコの水を止めるためにパトロールを開始した。密輸組織の一つは、およそ100バレルの小麦粉の積み荷を湾口に捨てたので、小麦粉海岸などと呼ばれた。それまでメキシコとの関係を警戒していたアメリカ合衆国は、 フランスの封鎖作戦を支援するために、ウッドベリーというスクーナーを派遣した。フランスとテキサス共和国との話し合いが持たれ、テキサスの国土を攻撃しないことに合意した。その頃、明確な政府の権限のないまま行動していた、サンターナは、ハラパ近郊の引退先の農場を出て、ベラクルスを調査した。彼は政府に自身の派遣を志願し、すぐに彼は、 必要なあらゆる手段を講じて、フランスとの戦闘を行うよう命令を受けた。彼はメキシコ軍を率いて、フランス軍と戦い、敵軍の後衛との小競り合いにおいて、フランス軍の三段で左足を負傷した。彼は左足を切断せざるを得ず、その足は軍装に付された。和術に長けた宣言とともに負傷を利用して、サンターナは牽制を盛り返した。 イギリスの外交的な仲介によって、最終的には、ブスタマンテ大統領は60万ペソの支払いを受諾し、フランス軍は1839年3月9日に撤退した。ありがとうございます。